こんにちは日本ホーリネス教団勝田大キリスト教会の牧師武田博史と申しますえ今日皆さんと一緒にえ聖書を読むことができますことを心から感謝します聖書の御言葉を読みますテサロニケの信徒への手紙第1 5章16節から18節までを読みますいつも喜んでいなさい 絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですえ。今日は皆さんと共に神があなた方に望んでおられることですと書かれている聖書の内容を一緒に読みたいと思います。神様はあなたが、あなたの毎日が このようであってほしいと願っておられる。そのように聖書に書かれております。三つ書かれているんですけども、神様が私たちに望んでおられること。その一つをですね、お話ししたいと思います。それは、いつも喜んでいなさいという言葉です。神様が私たちに いつも喜んで生きることを求めておられる。まあ、そのように聞いて、皆さんはどのように感じますでしょうか。確かに、そうだ。私もいつも喜んで生きていきたい。そのように思います。皆さんの喜び、毎日のですね、生活の中で喜びとはどのようなものでしょう。 喜んでいる人の姿を私たちはいろんなところで見かけますけれども、まあ、ついせんだってはですねあの選挙がありまして、えー、選挙で当選した人たちがですね「バンザイバザザイ」ザーイって、ね、やってる姿を見た時本当にあのみんな喜んでですね当選を喜んでる姿を見ますしあの最近ではですねあのテレビで あの、今、あの、メジャーリーグで大谷翔平選手が活躍してますけれども、なんかそういうですね、ベースボールカードっていうのが、あの、アメリカで流行ってるらしくて、まあ、子供たちがもう一生懸命えそれを集めて買っていてですね、あの、そのテレビで報道してたんですけれども、なんかそのプレミアムカードかですね、<laughs> 何かが、その子供が当たってですね、もう大騒ぎして、あの、喜んでいる姿を見て、ああ、本当に嬉しいんだろうな、 で,でもですね、お父さんと一緒に、これはもうあの、厳重に金庫に、えー、しまっておかなきゃいけないなとかですね、まあ、そんなふうなあの話をしている姿を見て、まあ、喜んでいる人たちがいます。ね、私たちの歩みの中にも、えー、子供が生まれました、えー、結婚しました、えー、試験に合格しました、えー、また、あのー、サッカーの応援なんかをしてですね、あのー、 自分の応援しているチームがゴール決めたら、ゴールってですね、まあ喜んでいるそういう姿を見るんですけれども、まあたくさんの私たちは、まあ自然を見たり音楽を聴いたり、まあこういうことが私の喜びですということがあると思いますが、私たちは生きている間に、えー、たくさんの喜びを味わいたいと思います。しかし、えー、そのような喜びはですね、まあ束の間の喜びでありまして、 明日にはその喜びがひっくり返ってしまうこともあります。現実に私たちの周りではですね、喜びとは反対にから悲しみの出来事が多い。今ですね、ウクライナとロシアの間にも戦争がありますし、日々の生活の中で私たちはコロナ感染の拡大の中で制限された生活を送っていることも悲しみですし、 毎年台風が来てですね、被害に遭っておられる方々、自然災害があります。東日本大震災の時にも、家族も家もですね、すべて津波にさらわれて、途方に暮れている多くの人たちの悲しみを私たちは目の当たりにしまたそれを経験した人たちもおります。人は大事なものを失う時に、 悲しみみに沈みます病気になった事故に遭った愛する人が亡くなった喜びの出来事よりも喜びを押し流してしまう悲しかし今日ですね皆さんに伝えたいのは「神様はあなたにいつも喜んでいなさい」。 まあそのことを願っておられる。神様、こんなに大きな悲しみを前にして、いつも喜んでいることなどできません。まあ、そのように私たちは言いたくなります。しかしですね、今日ですね、聞いてください。大事なことなんですけど、今読みました聖書の言葉の中に、いつも喜んでいなさい。これこそ、キリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。 ここにですね、キリストイエスにおいて、これがですね、私たちの日々の生活の中に、えー、あるかないかで、本当に私のあなたの人生が変わってきます。えー、知ってください。今もイエスキリストは生きておられ、あなたを とてもとても愛してくださっていますこの世のどんな悲しみもキリストの愛から私たちを引き離すものはありません私がどんなものであってもキリストは見捨てずその愛は変わることがありませんイエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることのないお方ですイエス・キリストは 命がけで私を愛してくださるお方です。え、キリストがあなたを愛している印が十字架です。え、あなたのためであればご自身の命を投げ出してくださるお方です。このキリストイエスにおいていつも喜んでいなさい。そのように聖書は伝えています。聖書の中には ひどい迫害やあ牢に入れられ、獄中の中にある人がですね、神様を賛美している姿が書かれています。それは、この喜び、キリストが私を愛してくださっているという喜びは変わることがないからです。私たちの人生には、悲しい苦しい出来事がなくなることはありません。しかし、 その中でも、キリストイエスにあって、私はあなたは喜ぶことができます。束の間の喜びではなく、変わらない喜びを神様から受け取ってください。いつも喜んでいなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。お祈りをいたします。恵み深い 天の父なる神様、今日、あなたが私たちに、いつも喜んでいることを、そのような毎日を送ることを願っておられると、そのように聞くことができて感謝いたします。しかし、私たちの人生には悲しみがあります。しかし、主イエス・キリストによって、キリストイエスにおいて、私たちは、 いつも喜ぶことができますことをありがとうございます。あなたの愛から離れないで、いつもあなたの愛の中に留まって、私たちがいつも喜んでいくその生活を生きることができるように助け導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 CGN テレビをご覧の皆様、こんにちは。久しぶりにこうしてお目にかかることができました。私は新宿区にございます日本福音ルーテル一概約協会の牧師、浅野直樹と言います。今日皆さんに聖書の言葉を届けたいと思ってこれからお話をしてまいります。今日の聖書の箇所は ルカの福音書、ルカによる福音書の17章、11節から19節までお読みいたします。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、 遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、と言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさい、と言われた。彼らは、そこへ行く途中で清くされた。 その中の一人は、自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。記憶されたのは十人ではなかったか。他の九人はどこにいるのか。 この外国人のほかに神を賛美するために戻ってきた者はいないのかそれからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。イエス様がエルサレムへ向かっていく途中に 起こった出来事です。何のためにイエス様はエルサレムへ向かったのでしょうか。イエス様がエルサレムへ行くというのは、やがてイエス様が十字架にかけられていく。そこへ向かって歩を進めているということでもあるんです。その時、 重い皮膚病を患った人たちがイエス様の方にやってきて、イエス様は私たちを憐れんでくださいと声を上げました。でも近づかなかったんです。重い皮膚病、どんな病気だったんでしょうかでも考えられるのは、皮膚がただれたり、ブツブツができたり、 人が見ると、とても気持ち悪くて、近寄りたくならない。近寄りたくない。そんな近気にさせられてしまうような病状だったと思います。ですから、遠くから、この人たちはイエス様に声をかけたんですね。近寄,近寄ったら映る。そんな風に言われていたからでしょうね。 でもイエスはその人たちを見るとですね、驚きの言葉を発したんです。祭司たちの、祭司のところに行って見せなさい。体を見せなさい。こう言ったんですね。あなた方の病が治れとか、治るように一緒に,一緒にお祈りしましょうと。そういうふうに言ったんじゃなくて、祭司のところに行って体を見せなさい。こう言ったんです。不思議な一言なんですよね。 これなぜイエス様がこういうことを言ったかというとですね、祭司というのは一般の人々と比べたら何でもよく知っている神様に一番近いところにいる方。そんな風に思われていましたので、言うなれば今日の医者みたいな仕事もしていたんですね。祭司が見て治ったといえばその人の病気が感知した。 こういうい公の証明にななるわけなんですねイエス様が祭司たちに見せなさいと言ったということはもう治ったということをイエス様はおっしゃりたかったんだと思うんですけどでも実際に治ってなかったんです。なんでイエス様はこんなこと言うんだろう変わったこと言うなときっと彼らもそう思ったに違いないんです。 そして、祭司たち、採取のところに行く途中で、彼らの皮膚が綺麗になった。癒されたんですね。イエス様の救いはもうすでに起こっていたんです。彼らの皮膚の状態がまだただれているのにもかかわらず、イエス様は、もうあなた方は治ったよ。こう言ってくれてるんですね。 これ、私たちの信仰に似ていませんか私たちは、イエス様の言葉によって、あなたは罪が許され、あなたの信仰によって救われた、こういう言葉を、教会でいただくんです。どこがどのように変わったの何が救いなの私たちにはわからないけれど。 これは神様の約束です。私たちが気づかないところで、救いは、癒しは、そして神の許しは、起こっているんですね。イエス様は、この出来事の時にですね、一人だけ戻ってきた、このサマリア人、戻ってきて神様に、 感謝をし、神様を賛美したサマリア人のことについて触れています。サマリア人というのは、ユダヤ人から見れば、正式なユダヤ教徒ではなく、まあ、間違った信仰を持っている人たち。こんなふうに見られていたんですね。それゆえに差別もされていた。 このサマリア人がイエス様のところに戻ってきて、先生こんなに綺麗になりました。おかげさまで治りました。ありがとうございます。と声をかけに来たんです。イエス様はこのサマリア人に言いました。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。 あなたの信仰があなたを救った。ユダヤ人から見ればサマリア人の信仰なんて偽物。聖書のことだって知らないでしょう。ちゃんとヤハベの神様にお祈りしてるの。あなたは信仰なんかないよ。ユダヤ人じゃなければ正しい信仰は持てないよ。こんな気持ちで見られていたサマリア人に イエス様は、あなたの信仰があなたを救った。こういう言葉をかけてくださったんです。私たちも教会にいると、主の祈りが祈れますかとかですね、ちゃんと神様を賛美できますか聖書を読んでいますかお祈りしてますかなんて言葉をしょっちゅうかけてますけど、そういうところによってこう信仰を見ようとするところがございます。信仰は 私たちが思うより、私たちが自分たちの物差しで測るより、もっと幅広く大きなものなんだな、ということを教えられます。イエス様の救いを信じること、イエス様に最後まで信頼すること、それが信仰であり、私たちを救ってくれるのです。 皆さんこんにちは国部福音教会の丸本博と申しますいつも CN テレビをご覧くださりありがとうございますはじめに聖書をお読みします創世記の22章13節14節アブラハムが目を上げてみると見よ一匹のお羊が角をやぶに引っ掛けていたアブラハムは行ってそのお羊を取り それを自分の息子の代わりに全生の捧げ物として捧げたアブラハムはその場所の名をアドナイイルへと呼んだ今日も主の山には備えがあると言われているこのコロナ禍におきまして教会もなかなか思うように活動できないそういう日々が続いているのではないでしょうかこのような時こそ御言葉から 進むべき指針をいただきたいと思います。私は今日の聖書の箇所に教会が進んでいくヒントがあるとそう思っています。今日の箇所はアブラハムが神様の命令により息子イサクをモリアの山まで捧げに行ったという話です。まあ普通そんな命令はですね聞けないですよね。 しかしアブラハムはその神様の命令通りイサクを連れて山に登るんですそして今まさにイサクをほふろうとした時神様からストップがかかりイサクは助かりますそして同時に山の上には角をやに引っ掛けたお羊がいたんですアブラハムはその羊を イサクの代わりに生贄として捧げたんですあそこでアブラハムはその場所をアドナイイルエ主の山には備えがあると呼びましたではここでアブラハムの言う備えというのは何でしょうか息子イサクをほふろうとした瞬間に神様がストップをかけられたまこれが備えだったんでしょうか もちろんそれもありますけれども実はそれだけではありません守アの山の上にはそのイサクの代わりになる生贄のお羊がいたんですそしてアブラハムはある意味でこのことを予想していたんではないかなと思うんですなぜならアブラハムは山に向かう途中でこう言ってるんですね 我が子よ神ご自身が全唱の捧げ物の羊を備えてくださるのだと。だからこそそれがその通りになった時アブラハムは「主の山には備えがある」と言ったんではないでしょうか。さてアブラハムはどうしてこの種の備えを体験できたんでしょうか その秘訣は何でしょうかそれは簡単なことです彼が山に登ったということです神様の命令に従って山に登ったんですもちろんこの時アブラハムには山に登らないという選択肢もあったはずです神様 そんんな命令にははとととても従うことはできませんとしかしアブラハムは神様を信じて従って山に登ったんですだからこそその備えを見ることができたんですねまあ私たちもそうです神様というのは備えてくださるお方だということはもう頭では知っています しかし実際に山に登ってななけれればそれが体験でできないんです山のふもとにいるだけでは山の上に羊が備えられているっていうことは見ることができないんですね。さあではこの羊は一体いつからそこにいたんでしょうか、まあ、聖書に詳しくは書かれていません。しかしか 少なくともアブラハムとイサクが山に登る前からそこにいたと思われますつまり神様はアブラハムとイサクが山に登る前からすでに羊を用意してくださっていたということですということはもしアブラハムが山に登らなければ その羊は無駄になったはずなんですね私たちは実はそのようなことをたくさんしているんじゃないでしょうか山に登らなかったためにせっかく神様が私たちのために用意してくださっていたものを見ずに終わってしまっているということがですこの山に登るというのは何を意味するんでしょうか それは前進すすることですねそれもただ前進するだけではありません、まあ、山に登ったことがある人は分かると思うんですけれどもそれは平地を歩くよりもずっとしんどいんですね。まあ、霊的にも同じですより高いところに登ろうとするならば普通よりもしんどい思いをしなければなりません。 しかしそうまでして登った後何があるんでしょうか山に登れば登らなければ見ることができないそういう風景があるんですね。では私たちが登るべき山というのは何でしょうかまあよく「ここが山まだ」なんて言い方をしますよね。それは 乗り越えなければならない場所ですしかしそれを乗り越えさえすれば未来が開けてくるまあそのような分岐点のことなんですねもちろん山の大きさというのは人によって違います大きな山もあり小さな山もありますただどんな山に登るにしても共通していることがあります それは神様を信頼ししてて一歩踏み出いいくととうことです今多くの人が山に登る気力をですね失ってしまっているんじゃないでしょうか。少子高齢化やコロナウイルスまたロシアとウクライナの戦争などこれらの暗い話題のためにですね 今山に登,る登りましょうと言われてもいやこの状況ではもう無理ですとそう言いたくなるかもしれません確かに人間的な力で登ろうとするならそうなりますしかし私たちが登る山とは何でしょうかそれは神様が登ると言われた主の山なんですねすでに神様ご自身が 備えをして私たちが登ってくるのを待っていてくださっている山なんです一人一人が山に登っていきましょうそして教会というキリストの体としても山に登っていきましょうそこには個人としてそして教会として見るべき光景というのがあるはずなんですね 神様がすでにその備えをしてくださっているはずですそれを共に見させていただきましょう こんにちは。CGNTV をご覧の皆様、御言葉に聞く、この時間、改めてご挨拶をすることのできる心から感謝を申し上げます。今日も、キリスト愛の福音教会、坪井栄光、この場所からお届けをしてまいりたいと思います。マタイによる福音書28章、 節節からお読みしてまいいりたいと思いますイエスは近づいてきて彼らにこう言われた「私には天においても地においても全ての権威が与えられています」「ですからあなた方は一点あらゆる国の人々を弟子としなさい」「父」「子」「精霊の名」において「 彼らにバブテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このところ、キリスト愛の福音教会、私たちの教会は、私の父親である坪井栄一牧師が開拓、伝道 始めた教会です1984年日本キリスト教団の一信徒であった父が信徒全身修養会という集会の中政界の中で聖霊のバプテスマを受けるという一つの経験がありました。湯河原 厚生年金会館で行われていたその集会の中で店長がバンッと割れて光の帯がドーンと降ってきた内側から精霊様の恵みによって感動が湧き上がり晴れるや晴れるや晴れるや,れるやが止まらない夜も眠れないそのところその場所で抱えていた問題の全部が吹き飛んでそして 人生が一変された神道でありましたけれどもそのところから献身の志与えられ新学校に行き卒業し教会を開拓していったそれが私たちの教会の歴史となっています ACGI アジア教会成長新学院という張四義先生が作られました 新学校で父親が学び卒業しそして1989年ここ福島県郡山市での開拓伝道が始まりました私は当時高校生でした高校1年生になるのと同時に父親のそのような開拓伝道が始まったえ、最初は実家近くの 一軒家を借りてスタートししましたその後にもっと郡山市の中心駅近くに街道を持つようにという予言が与えられて神様が与えられるという予言が与えられてそしてこの建物に導かれてきました。元はパン屋でした。 パン屋さんがクローズするというふうなことでオーナーさんが1階のパン屋パンやパンを作りそして製造販売をしていたそのフロアをぶち抜いて駐車場にし他に貸す2階3階は坪井が使って教会として利用するそのようなお話をいただいて。 そして受け負いました父親が工事を請け負いました父親が工事をけ負って1階部分を駐車場にするその代わりに2階で使っていた喫茶店の備品などなど椅子ですとか机ですとか照明ですとかそういったものをもらい受けてそして教会のために用いる。 とというふうなことをしましまたそのようなきっかけがあって始まった私たちの教会ですけれども父親はそのような聖霊様の恵みを経験する以前に会社倒産無一文お金がないどころではない借金を抱えどん底の状態からの再出発でした。父親は聖霊のバスマを受けた。 喜んで献身をしているだけれども家族どうなるんだろうというふうなそういう不安や不安どころではない絶対儲からないような牧師になってこれからどうするの父親としての解消がないというふうなそういう裁く思いを心に抱えながらブツ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 と湧き上がってくる思いと葛藤するような戦うような毎日でした。 当時、高校生県内の朝霞高校通称アンコ105期生というようなことで入学当初から現役合格現役合格と唱えさせられ訳も分からずに受験勉強に駆り立てられていましたもしの成績が上がらないとバカと担任からは言われ現役諦めかというふうに問われそのような中で スストレスを抱えながら取り組んでいるそんな日々でしたそのようにして思いを抱えながらたや父親がそのように困難の中でも伝道を始めた教会を始めた一方では裁くような思いを持つだけれども父親のすることですからたや心配もあるというふうなそういう相反する 2つの心を抱えながら私は当時過ごしていました開拓始まって2年後開拓始まって2年目自分も高校2年生になりました近くの本屋さんの帰り父親が工事をしているその場所を訪れましたさばくような思い方やありながらだけれども同時に 心配だな体壊さないかなそういう思いを持ってこのところを訪れました「お父さん」と声をかけると「おお!」と言って夕方の逆光の光が反対側から差し込む中だから様子がよくわからないでもそこからぬーっと顔を出した父親はほこりで真っ 黒になりながらだけれども輝くような笑顔でどうしたと言いながら出てきましたあまりにも嬉しそうで私は心配して損したと思いましたこんなに楽しそうにやっている心配しても無駄だった本人が喜んでやっているんだからやらせておこうというふうなそういう思いに駆られましただけれども同時に思いましたなぜだろう大変な状況 借金抱え無一文一人でこんな工事をしているどう考えたって難しい困難だなのにこのように楽しんでやっているあそういえば精霊のバテスマを受けたと言っていたイエス様が一緒にいるんだと言っていたそうかイエス様が一緒にいると大変なことが大変じゃなくなるんだそんな不思議があるんだということを私は 父親の様子を見ながら発見をしました。同時に私は祈りました。イエス様、私とも一緒にいてください。本音で祈りました。それまで神がいる、信じていた。死んだら地獄、天国、イエス様信じて天国に受ける、じゃあ信じよう。その程度の信仰でした。だけれども、イエス様がいるんだ。 そうういいことについてそう約束の通り「イエス様一緒にいてください」祈りました同時に聖書の言葉が心の中で沸き起こりましたずっと今後約聖書で馴染んでおりましたマタによる福音書28章20節見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである」語られているイエス様そうなんだ 2000年間経って、イエス様の言葉は変わらない。賞味期限切れました。あり得ない。もう昔のことだから忘れちゃいました。そんなことはない。聖書が言っている、イエス様が言っている、変わらないんだ。だから、イエス様は、あなたと一緒、私と一緒にいてくださるんだ。ということが、その瞬間わかりました。わかって、自分自身の内側にも喜びは、喜びが湧き上がり、そして、 目の前が真っ白になりどうやって自転車で家に帰ったのかわからないでもとにかくその瞬間からできない無理自分は生きられないと思うようなそういうマイナスの人生観ができる大丈夫生きていけるだから自分も牧師になろうそのように告白することができるようになりました以来今日まで決して変わらないこの確信をいただいてイエス様が一緒です 人にはできないが神には何でもできないことはない。キリストが私のうちに生きておられる。自分が生きるのではないということの悟りの中で感謝とともにこのように仕えてくることができました。同じ聖書の同じ約束同じ恵みが皆様方お一人お一人にありますように祝福し宣言します。アメン。 ハレルヤ、主の皆を心より褒めたたえます。私は日本同盟ギリスト教団、新札幌聖書協会の牧師、パクヨンギです。今日、神の御言葉を皆様と共に分かち合うことができて嬉しいです。神様の御言葉を一箇所お読み出します。ヨアネの復興印象、14-16節です。 私が父にお願いすると父はもう一人の助け主を終わってくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますイエス様は十字架の苦しみを目の前にして弟子たちに大切なことを伝えました約束しました予言しました その中で一つは自分が十字架上で苦しみを受けること、また死ぬこと、異常人に引き渡されること、また三日目に読み返られることを予言したのです。弟子たちに伝えたのです。それだけではなくて使命を終えて神の国に帰られたら、この弟子たちのところに 助け主である精霊様を使わせてくださることを約束したのです。イエス様が約束した通りになりました。そのことを通してイエス様ご自身の話が真理であること、イエス様ご自身が神であり救い主であることを明確に証明してくださったのです。今日この時間は 弟子たちのところにお使わしになった助け主である聖霊様について一緒に考えてみたいと思います。イエス様が弟子たちに自分が父のところに戻ったら必ず父なる神様にお願いしてあなた方に助け主を送ってあげるそのことを約束したんですね。イエス様が約束する時には必ず理由があります。 今までイエス様がどもにいたから、弟子たちは心配することはありませんでした。しかしイエス様が神の国に帰られたら、この弟子たちがイエス様の働きをイエス様のためにイエス様の代わりとなってしなければならないんです。しかし、弱々しいこの弟子たちの力だけでは、イエス様が大切にしたこの使命を 神の願いを果たすことができないから、イエス様が彼らの弱さをよく理解した上でもう一人の助けとしてある精霊様を送ってあげることを約束してくださったのです。人間の力だけでは神様の使命を果たすことができないのです。イエス様が教えてくださった、残してくださった霊的な使命を果たすことができないのです。 イエス様を信じている群れの集まりが教会です。教会は信仰の共同体でありながら使命の共同体であります。教会が使命を果たすことができなければ、教会の存在理由がないかもしれません。皆さん、教会がこの地上に存在している理由は何でしょうか 私たちは聖書を通してよく確認することができるんですけれども6つのことをまず確認していきたいと思います。教会の使命の中で一つは愛すする使命です神を愛すること自分自身を愛すること隣人を愛することまた自分と感情的に合わないデッキまで愛することこれが 教会に与えられている大切な使命ですイエス様がこの素晴らしい模範をこの地上で示してくださったのです教会の中にこの愛があるならばみんなが神様の恵みと祝福を味わうことができるようになるでしょうもう一つの使命は社会的な使命がありますそれは この社会に主の民が出ていて、光として、塩として歩むことです。光がなければ生き物が全部死ぬことを私たちはよくしていると思います。教会がこの光の役割を社会に出ていてしなければならない。そういうことです。また社会はいつも不安しております。そういうことが しないように塩の役割をすることが教会の社会的な使命でもあります。もう一つは教会の使命は御言葉を守る使命。また多くの方々にこの御言葉を教える使命があります。どんな人でも御言葉が入ればその人は変えられるからです。もう一つの使命は文化的な使命があります。 神様が天地万物をおりりになりましたその電磁万物を人間のために神様が与えてくださったのですですから天にあるものも地にあるものも海海の中にある全てのものを人間が支配し管理してみんな分け合いながら食べることができるようにしてくださったんですこのことも教会に与えられている文化的な使命です この使命をしっかり果たさなければ地球の温暖化や様々な問題で多くの人々が苦しむようになるからでしょう。もう一つの使命がありますがそれは宣教の使命です。人を生かす使命、人を永遠の滅びから罪から救い出すこの宣教の使命です。それはある人だけではなくて、ある,ある国だけではなくて全世界の すべての侮辱民族に人を救うこの福音を述べ伝えることが教会に与えられている使命です。弟子たちの力だけではこのような使命を果たすことが永遠にできないことをイエス様はよく知っていたのです。今まで3年6ヶ月間弟子たちと一緒に生活しながら彼らの弱さを誰よりもイエス様がよく知っていたのです。 ですから、父なる神にお願いして、自分がこの事情にいなくても、助け主である精霊の力をいただいて、この使命を果たすように、そのために、イエス様が助け主を送ってあげることを約束して、ご純節のように、約束の通りに送ってくださったのです。それで、弟子たちは精霊の力に満たされて使命を果たしたのです。 精霊が内側で満たされる時には弟子たちは精霊の実を結ぶようになります精霊の力が外側に表される時には彼らは今まで人を恐れて福音を述べ伝える使命ができなかったんですけれども精霊の力によってどこでもいて福音を伝えるようになったのです教会はこの地上で主のために主の代わりに存在しております 教会はどんなことがあっても人間の力に頼りにしないで主が教会のために誓わせてくださ精霊のみをより頼みながら精霊の力によってこの使命を果たすことが教会に与えられている大切な大切な奥義です私たちすべての教会が人間の力人間的なことを頼りにしないで 教会のために使わされている精霊のみをより頼みながらみんなが力をしてこの教会に与えられている使命を果たすことができればと思います。主の祝福が皆様一人一人の上に豊かにありますように心より祈ります。